ぱいになっちゃった。私が巻くんか。これ全然巻けんけどいいんかな。爪楊枝とかいらんかな。やった方が抑えられる。ここに。これ綺麗でしょ、うん、量が多いような気がするけど、まあそんなもなんかキャベツの葉がうまくできなかったからちょっと負けないかなみたいな、うん、キャベツもいい感じのキャベツを多めにサービス、うん、まあいいね。無理かも。ちょっとこう1枚を2枚の上に置いて、うん、その上に置いたら、うん、こりゃ、うん、あ、それ見たことない。それつまじかない感じ。逆に無理だと思うやけど、いけそう。わかんないけどさ。やん、ごめんさ。今度はキャベツ巻き、これハムどこに乗せるんやろ。色だね。何？真ん中のやつはさ、あれじゃ何かすごい量かな。うわー、うれそうだ。
さ感がない、うん、美味しそう、うん、キャベツがトロトロだ、うん、肉もしっかりねしてるね、と食べるには大きい感じがするけど、うん、うん、おいしい、あーすごい満足感がある、ナツメグが効いてるね、わかる、うん、お肉がなんか美味しい、うん、これは美味しいわ、本当に温まる、本当玉ねぎトロトロだね、うん、あちあちで美味しい、体ポカポカ、うん、最高やね、うんうん、アイリスオヤマのレシピ美味しい、うん、キャベツだけでも結構いけるわ、うん、ご飯がね、こんなに美味しい、幸せよ。